平野の仕様のインスタグラム、キンプリの10倍のコメント数。キンプリ新アルバムは週間1位も SN、SNS で佐賀県庁に、ジャニーズ事務所のキングプリンス、長瀬角、高橋海斗の最新アルバム、ピースが、2023年7月22日に発売初週で約34.2万枚を売り上げ、オリコン週間アルバムランキングで1位を獲得した。 これはグループと同盟の1枚目のアルバムキングプリンス2019年6月から全6作ベストアルバム含むで1位を獲得したことになる。ファーストアルバムから6作連続で初週売り上げが30万枚を超えたのはスピード、キンキキズ、宇多田ヒカルに続いて史上4組目だ。 しかし、一方で、金プリのインスタグラムに書き込まれるファンからのコメント数は、元メンバーの平野潮の10分の1程度にとどまっていることが明らかになった。平野のインスタグラムのフォロワー数は388万人で、金プリのフォロワー数は235万人。平野の投稿へのコメント数は2ケラ3万件なのに対し、 金プリの投稿へのコメント数は2000件程度という。芸能関係者は、金プリのインスタのコメント数は、平野さんが脱退した5月末あたりは2万から3万件もあった。今は、その半分程度に落ち込んでいる、と話す。平野のインスタグラムのコメント欄が活況なのは、彼が積極的にファンと交流しているからだという。 制作会社関係者は、平野さんは、ドラマや歌番組に出るわけではなく、SNS の展開に注力しています。インスタの使い方も巧み。特にストーリーズの質問機能を使ったものが面白いと評判で、そこからファンになった人もいるほどです、と語る。平野はストーリーズでファンから質問を募集し、ぶっち焼けた回答を連発。 その内容がネットニュースに取り上げられることも少なくない。金プリの現メンバーと元メンバーの間に現れた10倍の差は今後、それぞれの活動にどのような影響を及ぼすのだろうか。平野は SNS でファンとの距離を縮め、新たなファン層を獲得している。一方、金プリは二人体制で新たなファン層を獲得するには、 テレビやライブなどの露出を増やす必要があるだろう。今後、キンプリがどのような活動を展開していくのか、注目していきたい。平野紫耀のインスタグラムのコメント数がキンプリの10倍というのは、大きな差である。 平野の SNS の使い方が巧みであることに加え、ドラマや歌番組から姿を消したことで、ファンとの交流の場が SNS に集中したことも影響していると考えられる。キンプリは二人体制で新たなファン層を獲得するには、テレビやライブなどの露出を増やす必要があるだろう。今後の活躍が期待される。